巨人阿部監督厳しい目で降格決める高橋礼、秋広、佐々木、山瀬の4人が2軍へ。巨人の高橋礼投手28、秋広優斗内野手21、佐々木俊介外野手24、山瀬誠幸介捕手23の2軍降格が19日、広島戦松田の試合後に決まった。代わりに郡拓也捕手26、北祐介捕手25、馬場皐月佑投手29が昇格する。ルーキーの佐々木は8番右翼で1打数無安打で途中交代し、プロ初の2軍降格となる。1番中堅で開幕スタメンをつかみ、ここまで40試合で打率2割3分4厘、0本塁打、5打点。最近の出場10試合で24打数3安打と苦しんでいた。秋広も5月上旬の昇格後、7試合で19打数4安打、打率2割1分1厘とアピールできなかった。また、この日途中から小林に代わりマスクをかぶった山瀬について阿部監督は肩が見せ物なのに、イニング間にとんでもない球ばかり二塁に投げて、ショートバウンド、次はワンバウンド、あれじゃ好きだらけだって、そういうのを俺は見ているからとコメントした。結果だけでなく過程を重視する指揮官らしい厳しい目で降格を決めた。大城傑は2軍で調整の時間を与えていて、代わりに捕手の北と捕手とない外野どこでも守れる郡を昇格させる。秋広って一気に走攻守全部で使えないデクの棒になり果てたな。もう誰も左の大砲になってくれるとか考えてないな。郡はほぼ保険とはいえ捕手4人体制かよくさ、この前小林に代打出せなかったの、そんなにダメージあったのか阿部ちゃん。グリと面が情けないよな。どちらかはちゃんとやってくれると思ってたが。ご視聴ありがとうございました。